知らない。ただすれ違っただけで。古きイタリアの町ベローナに2つの旧家があった。キャピュレット家にはジュリエットという一人娘がおり、モンタギュー家にはロミオという一人息子がいた。二人はある夜舞踏会で出会い、恋に落ちてしまう。その時から運命は彼らの人生を悲劇へと導き始める。伊藤閻魔が送るシェイクスピア不動の純愛劇、ロミオとジュリエット。切り裂くような感情を大人たちに送るラブソング。 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。